はい、始まりました。ザ・ノイジーズです。どうもよろしくお願いします。はい。今回も私、パッキー小林と大ちゃんで映画の話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということですね。もう、やっぱり僕たちは若かった頃に見た映画から忘れられないっていうことですね。今回ですね、エイリアン2について、思い出って言いますか、面白かったなって話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。エイリアンズ、エイリアンズ、エイリアンズ。なんかそういうことなんかね。あんまり喋ってると著作権引っかかってバンされるからたまにね、なんかね。メリーアンなの？メリーアンなの？うちはこれしかないんでね、エイリアンはもう。ああ、いいじゃん。それ DVD？ ね、DVD です。ああ。ブルーレイ買ってないんで。で、ブルーレイがすごい綺麗なんですよね。エイリアン1、2って特にね。ああ、そうね。2もね。まあ、これ。2もね、4K 出してほしいんだけど、まあ、特撮のボロいとかいっぱい出ちゃうと思うんだけど。うん。うん。うん、エイリアン2が、これは、何年だっけ？86年だって。すごいね。36年前。うわ。だ俺が、だから、俺って高校生？そうじゃないですか。そんくらいになるんだ。うわぁ、やばいね。俺中1とか、中1とか、6年、中1か、中1ぐらいです、うん、だって、うん。いやぁ。覚えてますから、見に行ったのね。うん。うんうん、エイリアン2は、さっきまでね、俺はブルーレイでちょっと見てたんだけど、うんうんうん、あのね、劇場公開版がやっぱ一番面白いね。はい。まあ、キャメロンさん、これでね、すごく始まる前のイントロダクションで、いや、本当はこれが見せたかったから、これが僕の思ってる完全版だから、楽しんでくださいって言ってるけどね、やっぱね、当時奥さんかな？まだ。プロデューサーの判断はやっぱ正しいですよね。あれね。やっぱりね。全部。そうそう1年ぐらい前に、エイリアン2の完全版の方、ディレクターズカット版見たんですよ。うんうんうん、買ったら買ったんですよ、うん。だけど、さっきね、ちょっとこれ今回話すからって久しぶりに見て、久しぶりに劇場公開版見ようと思って、最近完全版の方が結構スタンダードみたいになってるじゃん、なんか。なんとなくだけど。うんうん、で、うん、劇場公開版。見れないですからね、劇場公開版ほとんど、ね。ブルーレイの方はそれが今入ってて、劇場公開版と完全版。そうなの？ああ、よかったよかったよかった。うん、あ、そっかそっかそっか。なんでまあ大ちゃんもそうやったら、まあ本当にこれ買った方がいいよ。なんかはい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 。今だって、ね、930円ぐらいで買えるんですもんね。これ見たら、面白い。いや、だから、もしか、わかんないですけど、完全版のこれの方を先に見てたら、またちょっと、うん、そっちが面白いっていうかもしれないけど、なるかもしれないけど、ただ僕らも先にそっち見ちゃって、そうこれだって、これだったから、うん、うん。やっぱね、見方が、やっぱアクション映画の見方になっちゃってんだよね。その最初の公開版を見たせいで。で、こっちの完全版って、それにやっぱ情緒を加えたりとか、あと、リプリーね、実は娘がいてとか、なんかそういうところとか、あとやっぱリプリーの方、なんか気持ちのちょっとなんか、自分の過去と立ち向かうときの恐れ、怯えっていうところをちょっとやって描いてんだけど、もう完全に俺たちの目線が、早くエイリアン出てこいってなっちゃってるから、それが改めてその後引き続き、ちょっと、足されてしてるシーンだけ見たもんね。もうね、うんうん、あったらあってて嬉しいんだけど、もうそれね、それ、メイキング、特典映像のカットされたシーンで十分な感じなんだよね。セントリーガンのシーンはちょっと楽しいんだけど、なんかね、ちょっと。あそこ、強いて言えばあそこだけなんですよ。セントリーガンだけはあって、だから、今言ったパギラが言った、その娘がいること、いたってことで、娘が年老いて死んじゃったってことと、ニュートのことを被せたんでしょうけど、だから、なんで、まあ、当初もね、なんでリプリーがあんなに女の子にこだわるのかがうん、でもわかんないっていうのが、だから良かったのに、やっぱ事細かく自分の娘がいて、まあ何歳で死んじゃって、私をずっと待ってたみたいな、くだりは、やっぱ説明がましいですよね。あと最初にあそこの頃に、あそこが襲われるっていうところも入れちゃうと、入れちゃったら入れちゃったで、やっぱり、
いや、なんだかわかんないのがいるっていう、あれがなくなっちゃうから。そう、うん。あれはね、ほんと公開版見たのに、完全版見たら、あ、ここは、あ、まあ、あの、物語の流れとしては正しいんだけど、やっぱ、公開版見ちゃったら、いきなりあの、もうあの、まあ、お客さんもそうだけど、まあ、リプリーもあの、海兵隊もね、みんな初めて見る光景じゃないですか。うん、で、うん、そこで入った明かりらしき、ちゃんと明かりは常夜灯みたいなのついてるんだけど、中入ったらもう完全に廃墟になってるという驚きがやっぱないんだよね。うん、あの、うん、前の、そうなる前のシーンがある後にあれを見るよりも、いきなり見せられた方が想像が働くのはあるよね。そうそうそう。何があったんだっていうあれがなくなっちゃうから。そう。だから、もちろんあのね、直接的にエイリアンの大群に襲われるってシーンはないけど、うん、ないけど、まあまあ、もうだって、想像つくっちゃうし、あれを入れることによってね。そうだね。あと家族が襲われるっていう、あれを入れちゃうことによって。だから、やっぱりあの、で、あのシーンは、しかも追加撮影までして撮った割には、やっぱり、あの、当時の奥さんの判断は正しかったと思いますよ、やっぱり。これ入れたら。そうそうね。だから多分キャメロンの中の、俺は負けてねえんだって言って、俺が考えたことをっていう、ノリに乗ってる時だったから、やっぱやったけど、やっぱ、なんだろう、年取って、できるだけ余分なところって、疲れるから見たくないじゃん、年取ってくると。俺そういうところあるから、もう。だから余計、あ、ここってやっぱ、編集するってなったら切るよね、みたいな、なんかあの。で、しかも劇場公開版の方が面白いんだもんな、なんか。うん。で、テンポもいいしね、そう、あの方が全然説明がましくないから。だからなんかコメンタリー聞いてたら、だからもともとほら、もうこれ皆さんご存知で、あの、ね、もともとキャメロンはその SF 映画やりたくて企画をウォルターフィールに持ってったら、いや、それじゃ、そんなのやんないでこっちやんないって言って、うん、エリア振られたっていう話があるぐらいだから、もしかしたらあれをそのまんま自分のね、映画でやろうとしてたのかもしれないですけど、全くそのエイリアン関係なくて、うん、あの何かがいるってことで、考えてた企画だったんだろうから。だからなんか、そう思うとね、まあまあ、あれはあれでっていうのがあったのかもしれないですけど、ただね、やっぱね、うん、なかなか難しいですよね、そこはね。いざエイリアンってなってね。そうそう。前かは、うん、もうやっぱりさすがにエイリアン2ってもう古い映画なんだなと思って、一年ぐらい前見たときに、完全版見たときに、わかったりはと、うん。もう、今回の劇場公開はもう全然そういうの感じずに、最後まで一気に2時間17分ぐらいあるんだっけ。この当時ってすごい長い映画だよね。長い長いですね。うん。これはなんか普通に面白かったなんかね。で、あとやっぱり、これの映画が、なんかやっぱりキャメロンのあのターミネーターとか、あのエイリアン2って、もう思いっきりミニチュアじゃん。うん。うんうん、あの、出てくるところは。やっぱ、この時代のところでやっぱガンヘッドとかやっぱ日本映画が俺たちもやれるんじゃないかって思わせるものがあるよ。なんかよくも悪くもね、この時ってなんか。まあ。ハリウッドで作ったって言っても、あ、これ完全ミニチュアじゃんっていうカットが結構あるじゃん、うん、エイリアン2でも。うん、だけど、やっぱいざ蓋を開けてガンヘッドとかでこうやってなんか限りなくやっぱ向こう意識して作るってもう、やっぱりキャメロのセンスってすごいっていうことだからね、やっぱり。うんあだから、その極力見せ方でごまかすっていうの、すごく、あの方やりますよね。あ、まあ、スタン・ウィンソンなんでしょうけど、うん、だけど、なんかもうその、やっぱりその釣ってるとかね、合成してるっていうのを極力その見せないよう見せないようにっていう努力しますよね。スモークバンバン焚いて、見えづらくするとか、ねうん、あの、その、画面暗くしてそういうとこあんまり気づかないように、あと、その大小の対比が分からないようにするとか、なるべくね、ミニチュアっぽく見せない。まあ、もちろん、あの、ハリウッドの場合、ミニチュアの大きさが全然日本と違って大きいから、まあね、うん。だから、その辺もあれだけど、だから、やっぱかっこいい。あとで、だからデザインがかっこいいから、デザインがね、結局やっぱり、どっかで見た、あの、兵器の流用でやるじゃないですか。しかもその、ベトナム戦争以降の兵器っぽいやつね。あの人好きなの。ラインがね、みんなそれだから。まあ、アバターなんか顕著ですよね。あの、ヘリコプターみたいなやつなんかみんなだって、あれがもう完全にだって地獄の黙示録っぽいじゃないですか。だから、なんか、やっぱかっこよかったっすね。当時もあれだけど、今もね、あの、海兵隊っていうのも含めて。まあもう宇宙海兵隊はやっぱ、痺れるね、これはね、本当に。うん、もうあと黒人の軍曹ね。いやエイポン、エイポン。動け動けって。で、あの、タッ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 
なんかもう燃えるよね。もう絵に描いたような軍隊だからね。いやでもあのね、まあ、ビル・パクストンも含めてね、まあ、みんな大好きなバスケス。うん、いやもう本当にあの、もうあの短いところでやっぱ食事のシーンとか、ああいうところで、やっぱ向こうの映画は、あの、まあ、この前に語ったブレイブじゃなくて、やっぱりね、何か動きながらどういう人かやっぱ説明するのが、やっぱ、うまいよ、本当に。うん。くどくど、くどくどなんかやらないしね。だけど、あ、この人こういう人なんだなっていう。そうそうそう。そうそう。状況説明は本当にセリフじゃなくて、あの、その見た目のキャラクターでちゃんと、だってもう、あそこに出てくる人、あれで全部わかりますからね、基本的に、ね。そうそう。まあどういう人かね。うん、まあちょっとなんか強がり言ってるけど臆病なやつとか、もうとにかくなんかもう口悪いけどすごい勇敢。どう思うっていうか、うん、そういう人もいるし、うん、うん、あとまあし、もうそれで改めて見てさ、なんか、あの、本当に宇宙海兵隊の人たちって、なんかやっぱり多分、あの、本国、地球に行くとあんまり飯食えない人たちばっかりなんだろうなって感じがすごくするんだよ、なんかね。いや、だから。海兵隊イコール、だからジャーヘッドって後々作られましたけど、やっぱ頭がよろしくない、下品な人たちっていうか、ちょっとやっぱ、あの、まあ、あの、収入で言ったら仮想にいるような感じの。だけど、あそこら辺が、まあ、だけど、これがね、本当にあの、もう、まあ、多分宇宙になんか人間はいけないと思うんだけど、まあ、行ったとしたらまた変わるのかもしれないけど、なんかもう、あの時代、まあ、今もそうなんだけど、俺たちが見て、ああ、軍人ってこういう感じだよなって、なんか本当に、あの、あれ、エイリアン2の宇宙海兵隊よく出てるよね。いや、だってあの何飯食いながらどこどこで買った、なんとか、あの、植民制で買った女は良かったなって、もうあの、本当に下品だよ。で、みんなで、あの、女の人も含めてゲタゲタ笑ってるんじゃないですか、それ聞いて。だから、あの、ねえ、あの、なんか、スターシップトルーパーズでも、なんか似たようなことや、あのね、女の人も男の人も同列みたいな感じでね、うん、裸になって着替えるみたいなことやりますけど、だけど、なんかね、キャメロンさんはキャメロンさんで、やっぱりあの、憧れなんですかね、お兄さんが海兵隊でしたっけ？で、お母さんは軍人さんでしたっけ？なるほどね。だから、そういう意味で、まあ、だって、基本的にほら、あの人の映画に出てくる強い女性はお母さんですからね。だってな、モデルがね、だってね。けど、やっぱ、エイリアン2は、ね、いやー、やっぱ、まあ、これから見る世代が、初めて見る人はチャッチーって言うかもしれない。まあ、もうさ、なんかキャメロンのキャリアの中でもやっぱ、1か2ぐらい面白い作品だと思うよ、やっぱね。まあ、まあ、見ない世代とかじゃなくて、うん。やっぱあの、ぶっちゃけあの、やっぱガン、鉄砲のマズルフラッシュはあれで最初に見ましたからね。あんな綺麗なマズルはね。あの、パルスライフルにしてもそうだし、スマートガン。あ、まあまあ、どっちでもいいや。うん。なんかね。うん。いや、プレデターのマズル、あ、まあそうか、あれも綺麗か。あれも綺麗だけど、ね、マズルフラッシュは綺麗だけど。まあ、だけど、まあまあ、そうね、うん。これは本当にあの、綺麗に出てるし。まあね、銃に関してね、やっぱちょっと興味がある子たちからすると、うん、なかなかちょっと魅力的な銃がね、いっぱいね。まあみんなあの、ね、第二次大戦クラスのやつ全部使い回しとかしてる、うん、もしかも超マイナーなね、あのね、VP70 だったっけ、なんかすごい地味なやつを、うん、使ってはいるんだけど、やっぱあそこら辺の組み立てもね、いやー面白いよな。あとまあパワーローダーね、みんな大好き。うん、やっぱパワーローダーは、やっぱ改めてブルーレイで見て、あれは本当に動いてるね。もちろんいろいろごまかしをやってるんだと思うんだけど、今この2022年に至るまでやっぱあんなにね、あの実写で、あの作業用であの、なんか物が動いてる、重機が動いてる感じ、これはないでしょ。今まで映像化された作品で。うん、いや、だってもちろん、あの、言ってみりゃ、だってあの、アバターのアンプスーツより、パワーローダーの戦闘シーンの方がかっこいいですか？かっこいい。あと、やっぱ、うん、あのね、あの、核のカーゴのところで、あの、いろんなものを、物資を運ぶときに、うん、まあ、ね、あそこときに、やっぱ、あの、なんだろう、効果音もそうなんだけど、あの、フラットな床のところにパワーローダーの足がグンって乗るときのあの感じ、うん、重量感がね、あれが CG、うん、まあ CG がダメだったわけじゃないんだけど、うん、あのなんか、硬い床に硬いものがグンって乗った感じ、あの踏み出し方はちょっと超えられないね。あれすごいよ、やっぱりなんか。うん。だって、その、
今だとね、あれを全部見せちゃって、こういうのがありますよってやりがちだけど、やっぱ部分的に部分的に、その全体像を見せないけど動いてるっていう、あれを、ね、だって部分的にはほら、実際に実物使って作ってるから、それが実際機械で動いてるわけじゃないにせよ、ガチャンって今パーキンさんが言ったシーンも、だって足はね、ちゃんとドンっていうのを取ってやってるから、で、ひねった体の、あの、動いてるのも、上半身だけは多分つってこうやってやってるっていう、やっぱ、あの実物感が、やっぱ CG だとそれがないですからね、やっぱね、あの、巨大なセットで作っちゃってて、あれが CG で滑らかに動いちゃうと。エイアン2は、あの物が動いてる感はやばいね、ほんとね。なんかまあ、実際にね、あれが使えるかどうかわかんないけど、やっぱなんか、これは本当にある感じもするからね、あれね。で、あの、エイリアンと最後、エイリアンクイーンと戦うシーンにしても、やっぱり、ね、あんまり引きで見せないようにアップアップでやってるけど、でも引きで見せる部分はね、ちゃんと絡みのシーンとかは、ちゃんとミニシャツじゃないよね。あれ実物でやって、ガターンと落ちるとか、そういうのはすごくやってるから。だから、やっぱ見せ方うまいですよね、あれ。いや、エイリアン2は本当面白かったね。なんかちょっと一回舐めてたから、なんか。まあ古い映画だしな、みたいな感じの。いやー。だから本当に、あとまあちょっとね、まあ、さっきのあの完全版の糸じゃないけど、まあ娘がいたっていうところで、あの、あの、女の子名前ちゃった。まあ、彼女ね。ニュートね。あの、かばうとこもあるけど、あの、なんだっけ。あの、エイリアン2はこの時ね、あれ、あのハリウッド映画のモンスター映画のゼムだっけ。あの、巨大なアリと軍隊が戦うやつ。あれと比べられることが、なんかこの時映画評論家、俺が大嫌いな中でちょっとあったんだけど、まあ、エイリアンクイーとリプリーが、それぞれが自分たちの兵隊、まあ、仲間なんだけど、やっぱ、それぞれがトップを取って、お互いが攻防戦を繰り広げるってこの構図は、やっぱちょっと面白いね、ほんとね。それぞれ、あの、女王蜂じゃないんだけど、なんかもう女性がリーダーになって、それであの自分たちの仲間たちと一緒にこうやってお互いの生き残りをかけて戦うってことのところ、でそれがまあ地球でね、あの核融合炉とかなんかあれは環境を変えるためのなんか空気をあれだっけ、なんかだっけ、ああだからテラフォーミングするための機械だけど、まあ核融合炉がついちゃってるからってこと、あれが大爆発するところから。もうあの宇宙、海兵隊のね、宇宙船に戻ってからのさっきのバトルね。いやー、これは、やっぱちょっと、まあサービス精神の塊だよね、これね、やっぱね。あの時は本当見て、ちょっと、拍手したい感じだったもんね。まあ日本人だからしないけど。いや、まあ、あれ見て、だから、まあ、おしりさんじゃないですけど、もうアニメはダメだって言ったらしいですけどね、鈴木さんかなんかと一緒に。いや、それであれでしょ、ずっと時代が経ってまたアバター見て負けたってまた言ってるわけでしょ、なんか、おしりさんは。いや、だから仲いいんじゃないですか、ジェームズ・キャメロンと。よくわかんない。キャメロンに言ったら、お前のやり方じゃダメだって、ダメ出しでしょ、なんか。世界観から入るやり方はダメだって、なんかね、言われたとか言ったけど、キャラクターから作んなきゃダメだって、なんかね。お前今までそんなこと言ってなかったじゃねえかっつってけど、売れるためにはやんなきゃダメなんだよ。まあ叩かれて、やっぱそっからそれをやった上で、じゃああとは自分のやりたいことやりなさいってことになったんだよ、多分ね。おしいさんはそれが嫌で大人になれがなかったから、まあ、悲しいけどそういうことでしょ、なんかもうね、結局。まあ、かとしおしいさんはほら、売れる作品、ね、あの当時そんなに有名じゃなかったなんつったって、若い子たちの間で人気だったディカプリオタイタニックで、だって頭下げに行ったっつってんだから、キャメロンが出てくれって言って、ね、でもしかしたらギャラが払えるかどうか分かんないかまで説明して出てくれって、おしいさんにはそれできないですからね、だって。まあ多分ね。やっぱ多分どっかしら、まあ今のおしいさんはあるのかどうかは、まあプライド、やっぱそこだよ、なんかね。まあ、本当に、ね。とにかくかっこいいんですよ。まあ、強いて言えば、リプリーのあの、パーマがどうかなっていうところありますけど。まあ、なるほど。やっぱ、あれだ、シガニー・ウィーバーさんはやっぱしっかり演技してるね。細かい表情で。まあ、完全版ではもっとそれがより明確になってるんだけど、やっぱちゃんとあの、最初にあの、植民地戦のところ行って、やっぱコロニーの建物に入るとき、やっぱもう目がこうやって泳いじゃって、すごい怖がってると表情してるところ、
あそこら辺はやっぱりなんかちょっとシガニーさんって俳優としてあんまり、なんかエイリアン女優な感じで、あんま演技ってあんまりクローズされ、なんかそこのところなんか言う人いないよね、やっぱね。やっぱね、かだからその、すごく怯えてたワン、怯えてるけど、どうにかしなきゃって言ってたワンと、あの、最初怯えていやいや言って、もう絶対帰りたいっていうのから、あの女の子がいることによって、この子だけ守らなきゃって言って、お母さんの顔になる。うん、だまあ、エイリアンクイーンと重ねてって対比なんでしょうけど、あの件がやっぱ、リドリー・スコットとジェームズ・キャメロンの違いなんでしょうね。女性に対する考え方ね。うん、そうだね、うん。だから、なんかすごく、で、振り幅がちゃんとしてたから、最初と最後でやっぱり、リプリー全然違うから、その、ねえ、かかってきなさいよ、このバイターってね、なんていやー、なんか、もう今回はさっきまで見て、まあ、鳥肌だったね。もうなんかこの36年前の映画なんだけど、そこから離れた最高のビッチって言われて、やったーってなったからね、来たーパワーローだーって思って、なんか、いやー、面白かった、本当にこれは。だって、あれ、下手すりゃギャグじゃないですか。あの、ガチャン、ガチャン、ガチャン、デデーンって出てくんのって、あれって、うん。だけど、あそこで、ってなるのは、だってもうホラー映画じゃないですもんね。だって前、前作。アクション映画だからね、あそこに生まれて。ね、もうね。だから、うん、やっぱ、俺は、基本的にそのホラー映画あんま好きじゃないのは、ほら、人間が、ホラー映画だよな。ホラー映画って人間が一方的にやられるじゃないですか。で、うん、下手すりゃ死んじゃっておしまいっていうのが多い。あ、だから嫌いなんですよね。あんま好きじゃないんですけど。だからこのエイリアに関しては、ほら、戦って勝つっていうのが、どの作品も必ずあるから、一応基本的に一方的にやられるにせよ、勝つっていうのがあるから、だからまだいいのかなっていう感じ。あの、モンスターもでも、まあねうん、あんまり、そこがね、俺あんまりホラー映画好きじゃないっていうのは、基本的にあんまりほら、いいラストじゃないじゃないですか。なんかね、だからそこがあんまり好きじゃないとこなんですけど。まあ、エイリアン2はね、やっぱり他のシリーズ、うん、まあ、一部の作品では武器持ってるけど、やっぱ完全な暴力のプロ集団と一緒に行くところはもう燃えるよね。一応怖いけど、まあ、撃つことができるっていうのがね。いや、だって未だにゲームであんだけ出るってことは、やっぱりあのインパクトはすごいんですよ、やっぱり。うん、で、出せば人気出るしね。だから、面白いもん、本当に。あの、うち植民地海兵隊の、あれは本当に、やっぱり、すごいですね。俺はスター・ウォーズなんかより、うん、あっちの方がスピンオフ見たいっつも映像作品としてね。だからね。いやー、まあちょっとね、語ると尽きないですけど、まあまあちょっと、うん、ぜひね、私たちのね、こんな動画を、まあこの動画でなんか久しぶり見たいなと思ってくれればいいか。うん、まあ本当にすぐ、ブルーレイなりなんかまあ配信なんかわかりませんけど、まあぜひ、うん、ちょっと久しく見てないなって人が見てほしいし、あと見てない人がいたらぜひ、うん、まあ、つまんなかったとしても、まあ、見ただけの、価値はあると思いますんでね。ぜひぜひちょっとエイリアン2、見て、だから特に劇場公開版を私たちの世代はプッシュします。で、その後に完全版見る方がいいですね。あ、ここね、あ、余計それで、あ、こういう気持ちで演技したのかっていうのは確かに完全版の方がね、よくわかると思いますんで。はい。ということで、大ちゃん。いつもの思い出話、どうも、ありがとうございました。また、思い出話をしていきたいと思います。コメントお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。